ホタルイカの塩辛を作っていきます。ホタルイカの内臓には線尾線虫という寄生虫がいるので、冷凍しないとそのままでは食べることができません。内臓を使う塩辛の場合は必ず冷凍したものを使ってください。未冷凍のホタルイカを使って塩辛を作る場合には、塩辛を作ってから冷凍して食べてください。というわけで、今回は冷凍したホタルイカを解凍したものを使っていきます。ホタルイカの下処理をしていきます。ホタルイカには目、口で軟骨があります。これらは口に残って食べにくいです。なので丁寧に取り除いていきます。この口は少し押し出すと取りやすくなります。これをすべてやっていきます。下処理をしたホタルイカで塩辛を作っていきます。用意する材料は塩、日本酒、好みでみりんを入れても良いです。そして唐辛子、これは柚子皮入りのものです。それではつけていきます。これは塩です。日本酒で唐辛子を加えます。ラップをして冷蔵庫で1日なじませます。冷蔵庫で1日なじました状態はこちらです。このように全体になじんでます。それでは盛り付けていきます。はい、これでホタルイカの塩辛の完成です。それではホタルイカのお気づきをいただいてみたいと思います。Thank you.